昨年9月、火災で焼失した阿蘇市薬院原の下神社日滝殿の再建に役立てようと、阿蘇西方高校と阿蘇高校の生徒たちが、平成22年1月8日から1週間、募金活動を行いました。阿蘇西方高校では、2年生の生徒会役員15人余りが、学校の玄関口で、下神社日滝殿再建募金のポスターと募金箱を持ち、阿蘇市学校人権・童話教育部会実践報告会で学校を訪れた先生たちに募金を呼びかけました。先生たちは生徒の呼びかけに応じて100円や1000円札を募金箱に入れていました。また阿蘇高校でも生徒会が日滝殿再建の募金活動を行い、職員室や教室を回って募金を募ると、先生たちも再建募金に協力していました。ありがとうございます。阿蘇西方高校の募金活動は2月12日までと3月1日に、阿蘇高校では3月1日の卒業式の日にも募金活動を行い、両校に集まった錠剤は下神社氏子会に届けることにしています。